攻守の切り替えが大事です。合わせてくるか、亀にゴール、ゴールです。決まった、点差が開きます。さあこのゴールで面白くなってきました。はい、圧倒的だった方がまさかの失点というのは試合展開としては素晴らしくスリルがあるものになりましたよ。